脳トレクイズ。マス埋め言葉。今回のテーマは、鍋の種類。ヒントを参考に、マスを埋めて、鍋の種類を答えてください。マスはすべて、ひらがなか、カタカナで埋めてください。問題は、全部で10問あります。それでは、スタート。第1問。空白のマスを埋めて、鍋の種類を答えてください。ヒント、鶏ガラを使って、出汁を取ります。正解は、ちゃんこ鍋。第2問。ヒント、白身魚が主役のヘルシーな鍋です。正解は、たら鍋。第3問。ヒント、ホルモン鍋とも呼ばれます。正解は、もつ鍋。第4問。ヒント、鮭が主役の味噌仕立ての鍋です。正解は、石狩鍋。第5問。ヒント、てっちりとも呼ばれます。正解は、フグ鍋。第6問。ヒント、いろいろな材料がたくさん入っています。
正解は寄せ鍋。第7問。ヒント、豚肉と白菜が入った辛い鍋です。正解はキムチチゲ。第8問。ヒント、関東と関西では若干調理法が違うようです。正解はすき焼き。第9問。ヒント、大豆の栄養がたっぷりなヘルシーな鍋です。正解は豆乳鍋。第10問。ヒント、タラバ、ズワイといえば。正解はカニ鍋。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。